疲れ様でした。車一日運転していただきありがとうございました。千葉旅行一日目全然映えてないよね。ご飯。嘘でしょ。え、それは何？フラー油。入れすぎじゃね？おいしそう。え、絶対そのまま寝るでしょ。ベッドともう一体化してる香りにした。ベッドに溶け込んでるの今。みちゃこちゃんに怒られる。もう完全に就寝してるやん。じゃんじゃん、テンション上がる。お出かけします。あ、見て見て、砂浜砂浜。すごい香り映えてる。ラッキー、ハスズマモザーガーデン行く前に膨らませるよ。シャチじゃないの？シャチかも。蓮沼ウォーターガーデンに来たよ。もう腹が心配なんで、やっぱり前を閉じることにしたよ。ついに GoPro を取り出したよ。シャツ。マイマイが来たよ。それライドじゃん、バイクじゃん。バーガーかじりつくよ。おいしそう。あ、取れた。おいしい。めっちゃおいしい。ボリュームあるね、うん、ベーコンがおいしい。カリカリ、いや柔らかめ、ジューシーな感じ。チェダーチーズとベーコンの味がすごいする。でもバンズもふわふわしてる。お野菜も入って、焼いた玉ねぎとトマトと、うん、美味しそう。じゃん、梅が出てきた。今から木更津アウトレット行くんですけど、デコボコ道が見えてるのに隣のお姉さんが急発進するっていう。なんかインディージョーンズみたいかなとか言って。おはようございます。おはようございます。
朝です。今から東京ドイツ村に向けて出発します。本日も運転は私香里が務めさせていただきます。ドイツ村に着きました。来たね。撮ってんの？撮ってんな。あれ、そっちも撮ってる。こっちも撮ってるよ。こっちも撮ってる。雑、私の雑さはピカイチだからね。なんか雑といい加減でできてる。ピカイチ褒めてね。ジュラシックパークに到着しました。ジュラジャーマンランド。ジュラとジャーマンが合体してる。ジュラシックパークの世界に行ってきます。あ、そっか、ジュラシックパークに行ってきます。結構早い。自動運転のカートで何にも触ってないのにカーブも自動で曲がってくれる。これすごい。音がする。で、ジュラシックパークのテーマ曲が、おお、来たんじゃない？ジュラシックパークの世界に来たんじゃない？これ。前方に恐竜がいる。やばい。写真のせいで恐竜見損なったんですけど。やばい。こんな間近に恐竜が。このガタガタしてる感じも良い。あ、やばい、前方に肉食獣らしき恐竜が出てきました。やばいよ。恐竜が飛んでる。あ、やばいやばい、ね、見て見て、食い破ってる、破ってる。わあ。次ティラノ。ティラノじゃない？ティラノ来るよ。うわー、迫力。あー、怖い。迫力がすごい。怖い。あれなんて怖い。わー、無事にジュラシックパークから生還してきました。この曲が最高だね。ね、最高。曲いいね。うん、てかガタガタとか本当にね、あの雨みたいなところとかで、ね、すごい作り込まれてたね。スピルバーグって感じだね。恐竜と戯れてきました。ジュラシックパークを堪能したのでもう帰ろうと思います。恐竜喋られなくてよかったね。というわけで帰ります。またね。しかも同じところ。